レプトケファルス、レプトケファルスは、辛い和ウアメの魚類に見られる、平たく細長く透明な妖精で、大きさは5センチメートル前後かそれ、以下から1メートルを超す場合もある。うなぎやアナゴ、ハモなどのうなぎ目のものが有名でうなぎは成長後には、レプトケファルス期の約18倍、アナゴは約30倍の大きさになる。なの場合、孵化した魚は、レプトケファルスに成長し、 さらに変態して、シラスウナギと呼ばれる稚魚に成長し、河川などの淡水に上って生魚になる。変態時に、ゼラチン質の体が脱水収縮して、体組織の濃縮が起こるため、変態の前後で体は小さくなる。また、多くの魚類で口の奥に向いている歯が、レプトケファルスでは前方に向いており、様々な動物プランクトンを与えてもほとんど捕食しないことから、 食生が謎に包まれていた。その後、海で採集したレプトケファルスの胃の中から、オタマボヤ類が植物プランクトンを採食するために分泌するゼラチン質の使い捨て式フィルターであるツツミスの残骸が見つかった。これをきっかけに、オタマボヤ類の廃棄されたツツミスなどに由来するマリンスノーを接触していることが判明し、これを模した人工飼料で飼育できることも、 明らかになった。ハモのレプトケファルスでは、エビのすり身、ウナギのレプトケファルスでは、サメの卵黄を原料とした人工飼料による餌付けが成功している。マーナゴのレプトケファルスは、高知県などでのれそれと呼ばれ、食用にされる。主に生きたままとさず、サンバイスなどにくぐらせて、踊り食いにされることが多い。大阪などの消費地でものれそれと呼ばれることが多いが、 兵庫県淡路島では、花田れ、岡山県では、ベーラタと呼ばれている。1928年から1930年にかけて、デンマークの調査船、ダナ号による海洋調査が行われた。1930年1月31日、そのダナ号によって、セントヘレナ島付近で1.8メートルもある非常に、大きなレプトケファルスが捕獲され、大きな反響を呼んだ。 それまで知られていたウナギ類のレプトケファルスは成長後には数十倍の大きさになることからこの巨大なレプトケファルスが生体になった場合には体長が数十メートルにもなると予想され伝説のシーサーペントの正体がこれで判明したと報じる新聞もあったその後も巨大なレプトケファルスの標本はたびたび採取されたがその生体の姿は謎のままだった 事態が進展したのは、最初の発見からおよそ30年後のことだった。1960年代半ばになって、偶然にも変態途中の巨大、レプトケファルスが採取されたのである。そしてその体の特徴は、この妖精が、ソコギスアモク魚類の死魚である可能性を強く、示唆していた。改めて詳細な調査と研究が行われた結果、などの事実が判明した。 それまで見つかった巨大レプトケファルス標本も再調査の結果、ソコギスアモク魚類の様体であることが明らかになり、シーサーペントは再び伝説上の存在となった。その後、同じくレプトケファルス機を持つことが分かったカライワシ類などとともに、これらの仲間はレプトケファルス機を持つことを共通形質とするカライワシウアメという分類群にまとめられている。ありがとうございます。